言いますではね、本日、つまさの関連行ってみたいと思うんですけれどもね、まず一つね、出ましたね。富士商事。下方修正ですね。うん、まあ、思ったより売れてないというところですよね。うん。まあ、これどう出るかなんですよね。まあ、今季なんでね。あ、今季、前期なんでね、どうなるかって感じなんですけど、うん。まあ、ただ、 まあ、トップダイン減ってもね、利益はまあ、そんなにね、改善してきてるというところは、ま、見れるかなというのはあるんですけど。うーん、まあ、でもやっぱトップダインが減ってきてるっていうのはね、ちょっと気になるところかなと思うんですけど。まあ、今期ね、どんな感じでガイダンス出してくるかっていうところなんですけど、まあ、ここ、減配しないって、減敗しないや。あのー、どちらかで取ってたんですよね。あのー、d o e だったっけな。はい、何かと、えっ、ー、と、配当加減廃校があってね。うん。 というところでございますので。まあ、PTS はね、若干下げっていう感じなんですけど。うん。ねせっかくいい感じに抜けてきたんですけどね。ただ、個人的にはこのあたりで、やっぱここは意識されてんのかな ?PTS はあんま関係ないかと思うんですけど。このあたりで反発してくるようだったら、ちょっと面白いかなと思います。まあ、なんせね。富士商事に関しては、ええー、と、 5月2日のね、三坂みことのね、ありますから、これ、みことちゃんのね、さあ、これがどうなるかと。やっぱこれ結構でかいと思うんですよね、藤正二がね、がっつり握ってる中度は。はい。四季法にも書かれてるぐらいでしたから。はい。まあね、どう出てくるか。まあ、少し下に。 いける、行くんだったらね、ちょっともう、一旦、うん、追わない方がいいかなって気もするんですけど、反発するようだったらね、ちょっと面白いかもしれないですね。はい。で、あとはね、えっ、ー、と、現代人誌どうかなという、ところだったんですけど、ちょっとね、ここが意識されてる感じありますよね。200日のところ。うん。あの、かなり、決算は。決算、うまあやっぱ良かったんかな。評価的良かったんですかね。うん。 まあやっぱり中のところを変えてきてるっていうところ。パチンコ関係から、あの、徐々に違う業種にまでね、転、え、開、ー、してるっていうのが評価されてきてるのかもしれないですけど、ちょっとね、200日のところで、あの、蓋されてる感じがあるんでね。うん。ちょっともしかすると一旦下げてこうなるかもしれないですけど、うん。ちょっと様子見かなというのはあるんですけど、まあ利回りがね、ここも効いてきてるんで、うん。結構面白いんじゃないかなと思ってるんですけど、 え、あとは、6625の j a l c o ですね。いやー j a l c o ちょっとね、落ちてきましたね。ムムムって感じなんですよね。100年らい落ちてきましたね。なんで私のね、含み役も大幅に落ちてきてます。まあ、ただねー、結構コツコツ買ってるんですよ。ここで買い、結構買い増ししたんですけど、さらに下げてきたんで、また買い増し。 してるんですけど、まあ、昨日もね、あの、田辺社長、昨日かなおとといかな、田辺社長の、田辺が吠える、やっぱ見るとね、まあ、やっぱ長期視点で見ると、やっぱり、うん、よく、この時買ってよかったね、と思うんじゃないかなと、私もね、ちょっとそこを思って見てまして、なんせ今5.31で,ですし、減配しないって言ってるんでね、そのリスクは少ないんですよ。うん、んでここでね、持っといて、本当に10年、社長がま、12年後とかって言ってたんですけれども、まあ、そうなってくるとね、 まあ、どえらいリマりというか、もう完全にね、あのー、あの、配当だけで、えっ、ー、と、今の手持ち分はカバーできると。いうようなところなんでね、まあ、断然ここにね、預けてた方がいいんじゃないかなとは。個人的にはね、ちょっと思ってて、私は特に、あのー、売る予定もなくいるんですけれども。で、まあ、ここがんそうっすよね、決算が多分、5月9日じゃないかな、ここ。 いじゃないか、まあ、5月ぐらい。おそらくね、多分決算でさ、私下げるんじゃないかなと思ってるんですよね。ギャップアップするかなだいたい本決算でなんか、決算の時になんか j a l コ o 結構下げるイメージがあって、多分これ決算じゃないんですよ、確か。5月。多分これ決算ですね。決算下げてるんですね。ガイダンスワークって。そう。 で、子供もずーっと来て、多分子供決算かな違うかな ?5。ここでしょう、うん、かもしれないかな。5,8。うん、そうですね。でも、やっぱ上がってきて、多分ね、あの、ノーポジの方はね、決算見てから買ってもいいかなと思っています。だって私もちょっと一旦ね、買い増しのポジション減らして、また下げてきたらね、決算出たのにちょっと買っていこうかなと思ってるんですよね。うん。 なぜかっていうと、ここは、あの、保守的でも何でもなく、単純に、あのー、見えてる売上だけ計上していくんでね。多分そこが分かってない人たちが多分、売ったりしてきてるんですけれども。だから何もしなくていいんですよ、結局。と、個人的にはね、思ってます。はい。で、あとはね、 やっぱね、言った通りにフィール強いんですよね。なんだかんだでちょっとね、上げてきてますよね。なんちょっと今、200日線もね、だいぶここ縮まってきて結構面白くなってきたかなと、個人的には思ってます。なんか、あの、決算、決算待つ前に200日線超えてきそうな気もするんですよね。あのクソ試合で下げてないですから。あんだけ、4月、 あんだけひどい相場下げてきてないんでね。なんかね、ちょっと怪しいんですよ、フィールズ。で、一個思ったのが、えっ、ー、と、今、アリババとか、中国株がね、結構堅調じゃないですか。で、ハンセンとか、あと、確か中国指標の方うん、結構ね、そんなに落ちてきてないし、 スタンハンセンもね、多分結構いい感じなんですよね。ほれ、ね、ハンセンも。まあ、ただここで買い場かどうかっていうのは、ちょっと私はあんまり買いたくはないなと、中国関係はね、今、今っていうか当分。ただまだズドンってかなり、まだ何も出たばかりだと思うんですよね。終わりの始まりが多分見えたぐらいなんで、かなり危険な感じは。 してるんですけど。で、なんかそういったところでね、今、チャイナにマネーが動いてる一面でフィールズにもね、来てんちゃうかなとはちょっと思ったりもね、してるんすよね。なんとなくなんですけど。はい。で、あれ、中国の ETF ってあったっけな。 えっと今ちょっとねその,この中国系のところなんかこれ比較してみどう,どうなんだろうなちょっと今ふと思ってて相関関係があるかどうかもねあんまないんかな 4月ぐらいから規定にするとフィールズ赤。ああ、パフォーマンスはフィールズが良さそうなんですね。なんとなくだけど。うん。日経平均は下半世。あ、でもやっぱ中国関係でちょっとなんか、なんとなくですけど、右向き加減は一緒かもしれないんでね。うん。 やっぱね、ちょっと面白いかもしれないですよね、フィールズ。はい。まあ、ただ、やっぱ200日超えてから入るのがね、いいんじゃないかなと思うんですけど、ただ、強いとは思ってます。はい。で、あと、大黒電気。まあ、フィールズ見るんだったらね、大黒も見なあかんっていうのはあるんですけど、うん、まあ、ちょっとこの辺りがね、怪しいかなと思ってるんですけどね。決算5月15。決算まで動かないか、はたまた、 えーっと、ジョイコは5月9。ジョイコ。マ、ま、ー、あ、ちゃん。5月14。やっぱジョイコが出てからかな。で、やっぱね、私たった通りマース強いっすよね、一番。うん、マースも強い。4月7クソ相場で。あの、下がってないですから。強いですよね。うん。ここ抜けてきそうなんで。うん、もしかするとマースが一番来るかな。で、やっぱマースはね、 できたやっぱホテル業界、あれ力入れて欲しいんですよね。うん。そうして欲しいなと思うんですけどね、キャッシュリーチだし。で、マミちゃん。マミヤもね、ちょっとこのあたりが臭いっすよね。うん。5月8日。でもマミヤが皮切りか。マミヤ、ジョイコ、まあ、そのあたりで多分動いてくるかなって気はしますね。ちょっと久しぶりに泉を見てみたいと思うんですけど、ちょっとこれは、 あかん感じがしますね。で、日本金銭機械。ここいいんちゃいますかね日本金銭機械。うん。計算5月9。多分ガイダンス、悪いガイダンスはないと思うんすけど、今季は、多分。うん。で、今順調に右肩上がりだし、新紙幣とかのね、引き合いとかも来てるだろうから。それが織り込まれてるのかっていう、多分織り込まれてない気はするんですけど。うん、この辺りで折り込んできてんのかな うんまあでも、うん。このクソ試合の中で悪くはないですよね。やっぱ強いですよね。でセガサミ。サミもやっぱね強いんですよ、これ。結構言った通りですよね。強い。サミも強い。やっぱフィールズとちょっと似てるんですよね、サミ。ただフィールズとの相関の方が今結構あるんじゃないかな。サミ、赤。 三強、青。緑がフィールズ。今年から見ると、やっぱそうですね。フィールズ、サミがなんとなく、下がり方、サミが激しいですけど。うん。だいたい4月ぐらいから見ると、3月ぐらいから見ると、フィールズ、サミ、ソースで似た感じですね。で、三強と日経平均ではだいたい似たような感じになってきてるのか。うん。 まあ、やっぱり、うん、ちゃ、さ、えー、っと、サミーか。サミーちゃん、ちょっとね、うん、ここも、もう許されていいんじゃないかなと思うんですけど、ここでやっぱ、ガイダンスですね。うん。サミーもね、ゲームも注力していてほしいんですけど、やっぱ、リゾート関係もね、やっていてほしいなと思うんですよね。もっともっとね、うん。頑張ってほしいと思うんですけどね。で、ユニバーサルもね、意外に、あの、クソクソ決算だったんですけど、ここも、 個人的には安いと思,思うんすけどね。ダメなのかなキャッシュあるし、ダメなんかね、ここは。どうなんすかね。自家層今は 2, 2、3倍ぐらい持ってるんですから。まあ、カジノというの、あれもあるんですけど。 ちょっとまだ、ここは厳しい感じですね。もうちょっと、上向きな感じが出てから入りたいところではありますよね。で、平和。個人的に平和はやっぱね、ちょっといいんじゃないかなって。ここを結構、リスクリワードをよく変えていくんじゃないかなと思いますね。多分、日経平均、下がってきて反発してきてるんで、まあ、多分一旦は、目先は75日で、下がってこんな感じ。こう、下がっていって200日下がっていてこんな感じかな。 で、決算が5月10日だから、まあ、多分、決算までにこのぐらいまで行くかもしれないですね。ここで下行くか上行くか。どっちか。まあ、平和でね、リマリ4.08ぐらいまで出ましたから。うーん、買い時いいかなーっていうのもね、思うんですけどね、どうだろうな。で、アクセル。いやー、アクセルは。うん。いいんじゃないですか、逆に言えば。ここだって悪いとこないっすもん、アクセル。 ま、受注算があえて言えばは、取れてないってはあるかもしれないですけど、個人的には悪くはないと思って、PR も安いし、BBR もこれぐらいだし、リマーリ4.3あるし、というとこですね。で、あと DMP。いやー、ここはね、ちょっと、入ってたんですけど、損切っちゃいました。うん、ちょっと厳しいかなというと2500まで。一旦待つか。ただ、業績はね、多分いいと見てます、ここ。うん。 結構、ファナックと、ファナックじゃないや。ファナックが、超超超保守的な会社なんで、ガイダンスはいつもあんな感じなんですけど、安川とかね、でも、えーっと、まあまあ、悪くはないと思ったし、まあ、ニテックはね、長森社長の、長森さんのね、社風もあるんですけど。でも、ここもやっぱ、順調に救急,急でね、かなり増えてきてるんで、来期のガイダンスってところも、面白いかなとは、思うんですよね。 はい。で、ちょっとね、話題を変えるんですけど、ちょくちょくで、ね、たまに、あの、言うこともある。岡本ガラスなんですよね。岡本ガラスなんですけれども、まあ、なんで岡本ガラスかっていうと、これ、4月26日出たんですよ、ね。レアース、南鳥島沖で28日の生産と。 これはね、確実に国策ですよ。あの、レアハース。重要物資なんで。一時期にもね、十何年前ですかね、中国が日本に対して輸出規制とかした時もあったかと思うんですけど、そういった時にもね、もう負けないというところで。で、この中にね、これ、その、えー、っと、そう、戦略的イノベーション創造プログラムの、令和6年の3月21日で、ね 直近の資料なんですけれど。ここに見てほしいんですけどね。江戸っ子一号って書いてあるんですよね。ここにも江戸っ子一号。これね、もう本当に名前だけ覚えてほしいんですけど、もう江戸っ子一号ときたらね、岡本ガラスなんですよ。今ないかな。えっと。これですね。江戸っ子一号。 まあぜひね。で、特にこういう海洋調査とかっていうときはね、江戸っ子一望でね、覚えておいてほしいですし。まあ岡本ガラスはね、まあその名の通りね、ガラス用で8000メートル以上超深海層においても繰り返し使える耐久性のね、こんなガラスもね、作ってるんですよね。いやー結構ね、夢があるかなと。いうところなんですけど。まあでもね、ちょっとまあこれにちなんだね、まあ別に岡本ガラスを買えっちゅうわけじゃないんですけど。 ま、なぜかっていうと、ここ <laughs>、あの、クソ低い,い株ですし、ご覧の通りですよ。あの、下手に買うと捕まっちゃうんで。捕まってずーっと仕事もなっちゃうんで、こういった時ですね。うん。なんでまあね、別にか、まあ、この位置でね、もう100株でもうどうでもいいやっていう、お宝、宝くじみたいな感じで買うんだったらね、ロマンを買うっちゅうんだったらね、いいかもしれないんですけど、決してね、高い時にね、買わずに、 あの、ほとぼりが冷めてる今とかね、そういった時にね、買っていくとね、ちょっと、うん、どっかのタイミングで面白くなってくるかなと、思うんですよね。まあ、それかね、最悪200日の上でね、あの、よち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 するんだったらまだいいかもしれないですよね。うん。まあ、決して本当に、あの、会話推奨しないんですけど、ただね、夢がある銘柄かなと思ってますし、まあ、あとね、あのー、海洋系の会社 で、あと余談ですけどね。余談なんですけど、個人的で、その海、海結構ね、そういったの好きで、IHI もね、実は金のものシートっちゅうのもやってて、要は、 あのー、なんかこういう階層からね、金が、階層に金を付着させて取るっていう。これが青ヶ島っていうんですかね。うん。これがね、あれなんですよ。もう多分うまくいってないんじゃないですかね。わかんないですけど、これ、去年ぐらいにね、確かもう結果が出てもよかったかなんかなんですけど、何も出てないんで。うん。 まあでもね、やっぱこういう資源系はね、やっぱ夢がある、ありますよね。うん。結構、ちょっとそういった意味でもね、いろいろ見たりはね、してるんですけれども、と。あ言えちゃいね。結構下がっちゃってますけど。どうなんですかね。前もね、がっつり下がった時が結構会話だったじゃないですか。まあ今回のやつ、もう、許されてもいいんじゃないかな、とは思うんですけど。うん。 まあどうすかね本決算待ちなのかまあこれは、うん、前期なんでね。あれですけど。うん、まあ、どうすかねというところなんですけど。はい。というわけでね、あのー、そろそろ関連終わりたいと思います。以上です。